万能玉三郎にござりまする。北村六郎にござりまする。河合雪の城にござりまする。中村橋之助にござりまする。中村福之助にござりまする。中村歌之助にござりまする。自主公の場の幕が開きまするとまず正面中央には衣服を改めました美濃作本物の勝頼が出てまいります。下手には死んでしまった家老の子の偽の勝頼、つまり自分の夫のため栄光に勤しむ濡れ衣。上手には井伊名付けの本物の勝頼が死んだと聞き、勝頼の絵姿に向かい京都公を手向ける八重垣姫の姿が現れます。三者三様それぞれの思いを胸に秘め物語は進んでまいります。立ちんかい魂返す反応あれがまことの勝頼様、ちょっとお会いなされませ。ついぬれ染めにぬれぎぬも心ときつく、この符箱に返しも早くわかりこせ。はあ。へえ。おお。いや。
まさらわしに